僕の番だね。
力を。ケルベロモン、これならば。よし、俺の番だ。なんでこのいや！私が動こう。私に奪われたいの？続けていたことも。よし、俺の番。手伝いがいい。何度だって俺は勝つ。
教授いたぞ。本当だ教授。おや、たくま君にアグモン。ああすまない、もしかして探させてしまったかな。ああいえ、見当たらなかったのでつい探してしまいました。壁画調べていたんですか。うん、ここ一層目と一つ下の二層目のものについてはかなり調査が進んだと思うよ。さらについ先日三層目も発見し、そこでも壁画を見つけたんだ。すごい。もしかして何か分かったんですか。どうかな、今の状況に役立つかわからないが。よければ聞かせてもらえませんか。ではどこから説明しようか。ここに描かれているのは獣神に祈りを捧げる人間たちと巫女の様子だね。人間と獣神が共存していたんですか。この壁画を信じるならそういうことになる。注目すべきはここ、巫女だ。他に比べて明らかに詳細に描かれている。古来より巫女は神の代弁者としての側面もあった。おそらく獣神と人間をつなぐ存在だったんだろうね。獣神と人間をつなぐ巫女。そしてこの壁画、たくま君、君にはどう見える？凶暴な獣たちが暴れ回っている。50点といったところかな。よく見てごらん、家や人の姿があるだろう。あ、本当だ。なんだかまるで獣たちから逃げ回っているような。そうだね、私にもそのように見える。おそらくこれは私たちの世界で暴れた獣の姿を描いたものだろう。世界中に残る神話や伝承には時に怪物が登場するが、その怪物とは獣神ではないかと考えている。そうなんですか。まあこの壁画を根拠にすればそうも考えられるという程度の仮説ではあるがね。他も見てみるかい。区切られた2つの領域とそれぞれに立つ人型と獣たち。この壁画に描かれているのはおそらく我々の世界とこの世界ということだろう。なるほど、人間と獣神互いに別々の世界で暮らしているんですね。ただ違う世界というわけではないよ。世界の間をつなぐように何かあるだろう。世界をつなぐもの、これってもしかしてゲートですか。だろうね。ピエモンはこのゲートを開いて私たちの世界へ侵攻しようとしていたのだろう。ゲート、みゆきの他にも世界をつなげられる人がいたってことでしょうか。個人なのか広く伝わる技術なのか、いずれにせよ失われた技なのだろうね。これをご覧、非常に重要なことが描かれていると思わないかね。え？人間と獣がゲートに吸い込まれてる？
そう、何かしらの原因でゲートに不具合が生じ、二つの世界へ飛ばされるものが出たのだろう。姿を消したものはもう一つの世界へ渡ったのだ。それって僕たちみたいな。ああ、神隠しと呼ばれる現象のいくつかはゲートの不具合によるものなのだろう。ゲートが開いた原因って何なんでしょう。さあ、単なる事故なのか、それともみゆき君のようにゲートを操作できる者がいたのか、今の段階では何とも言えないね。そうですか。他も見てみるかい。実はこの階層の調査はまだほとんどできていなくてね。壁画についても分かっていることは少ないんだよ。その上で解説すると、この壁画は何やら物騒に見えるね。そうですね、人間と獣でしょうか。みんな慌ててるように見えます。何か大きな力によって多くの者が悲しむような事態になった。見ただけで分かるのはそこまでだね。それぞれの壁画にはつながりがあるようにも思えるのだが、そうすると時系列がどうなっているのか。あの教授。ああ、すまない、思考に没頭してしまった。次の壁画に移ろう。とはいえだ、この壁画はあまりに謎が多い。何でしょうか。下の方では人間たちが苦しんでて、上の方はこれも獣神でしょうか。大陸から伝わった伝承に獅神というものがある。この獣神はその獅神の特徴と合致するような。それにこの上下に分かれた構図も気になる。古来より上は楽園、下は冥府を意味するものだが、なんとも言えんな。こじつけレベルの解釈しかできない。さて、今説明できるのはこのくらいかな。ありがとうございました。勉強になりました。まあ、このサバイバル生活に役立つ情報ではなさそうだがね。あの、教授、みゆきは？ああ、そろそろ約束の時間だね。校舎に戻らなくては。あの、教授。聞きたいことが何なのかは分かっているが、それは些細な話に過ぎないよ。今は目的のためだけになることを知っていればいい。どういうことですか。何だったんだ。なんだ、メールか。え？メール？なんで？電波はないはずじゃん。また文字化けメールか。お？前よりも少しだけ読めるようになってる。ところどころ読めなくもないような。たくま、みんな待ってるんじゃないのか？あ、そうだった。
今までみんな必死だったんだな。そしてたくましくこの世界を生き抜いていた。すごいや。おーい、たくま。ミノル。みんなと話してきたんだろ。どうだった？みんながこの10日間大変な思いをしてきたんだなって分かったよ。霧は濃くなってく一方で敵の襲撃もずっと続いてた。それにみゆきが。みゆきが？あっと、いや、その、カイトが言ってた、ミユキがもうダメだっていうのはどういう意味なんだ？はあ、いきなり聞くかそれ。答えてくれ。ミユキは今どこで何をしてる？そうだな、タクマにはちゃんと話しとかないといけないよな。あれ、ねえねえタクマ、霧がまた濃くなってない？本当だ。やばい、来やがった。なんだこの音。食堂の方から聞こえてくるよ。葵さんの警報だ。敵襲の合図だよ。行くぞ。